戻った？あ、こんにちは、こんにちは。ごめんなさい、なんか止まってたかも。やっほー、先ぶり見えてる、ありがとうございます。無音、オッケー。こんにちは、やっほー。こんにちは、お話し会ありがとうございました。ハートと10周年ありがとうございます。ハートとだるまありがとうございます。よし、ホワイトチャイナ意外やった。そうそう、白にしました。白チャイナ、クマクマヘアしました。ジューン、暇してた。お疲れ様、お疲れ様、ありがとうございます。ハートとだるまありがとうございます。皆さん何してましたか？お話が終わって今から練習するところ。ヒョウガナじゃないよ。探したらありそうやけどね。青予想やったんや。そう、この髪型で家から来ましたよ。電車乗って歩いて難波の街をみんなに見られて恥ずかしかったけど、まあまあまあ。そう、グランド花月の前もねたくさん人がいたんですけど、これで通ってきました。ユニバいいね、楽しそう。いいな、ユニバ、ユニバ行きたい。あ、お話し会、くまちゃん自分でやったよ。自分でやったのはさ、頑張った。ハートありがとうございます。3部取れてなくて拗ねた、あら。また来週24日はね、まだ申し込みあるから待ってます。ハートと10周年ありがとうございます。みんなちょっと視線を感じたよね、痛い視線。そう、パレードやしね、人多かった、多かった。レインボーさんありがとうございます。今お話し会中の人もいるのかな。あ、髪型似合ってるよ、ありがとう。あんましない、次は撮ってる、ありがとう。だるまありがとうございます。お昼ご飯さっき食べました。おやつみたいな感じだけど、お昼ご飯食べた。似合ってて可愛いから大丈夫、ありがとう。可愛いが見られた、うえー。ベビーカプセルありがとうございます。ヨシミンって気づいたのかな。さすがにすごすぎ。あ、吸気性行為の感想、そうなんや。どんな話したやろ、あれの話もしてくれたかな。10周年ありがとうございます。ハートとありがとうございます。さつまいもトースターで焼いてる、うわーいいね。焼き芋いいね、いいね、いいね。髪型似合ってる、ありがとう。話早く話したい、あれも早く来てほしいね。やっほー、可愛かった、ありがとうございます。帰りもこの髪型、そうそうそう、そうなんだよね。しかも今からこの髪型のまま練習するつもりだし、だいぶやばいけど、でも公演とかこの髪型で出てる先輩いたよね。雪乃さんもこの髪型してた前、 B2 さんの時。うん、次のブバチ、そうなんや、楽しんでね、この後も。ハートとエビカプセルありがとうございます。音符ありがとうございます。お話し会ありがとうね、ありがとうございました。ハートありがとうございますね。あっという間すぎてね、話し足りないって方多かった。ほんまにあっという間やったね。次は12月入ってからね、楽しみ。ハートありがとうございます。もう2部も3部もね、そう、なんと嬉しいことにどっちも完売の時間数でね、嬉しかった、嬉しかった。話し足りません。あれでも10周年ありがとうございます。エビカプセル10周年ありがとうございます。
そう、2部も3部もほんまにたくさん来てくださって本当にありがとうございます。ね、話足りないよね、あっという間に。ハート10周年ありがとうございます。そう、待ってる時間なかったし、早く終わることもなくて嬉しかったです。ね、オンラインだったらまだそれでもあれだけど、やっぱちょっと寂しいじゃないですか。でもなくて嬉しかった。あ、寝落ちしてた。あら、お疲れね、お疲れ。今日の服めっちゃ好きなんですか、見て。可愛くない？めっちゃ。ここね、ズボンになってる。牛丼にやみつきオイルかけて食べたことないです。何やみつきオイル？怪しいオイル？ 怪しい油？こんにちは、こんにちは。かわいい、ありがとうございます。かわいいのゲスト。あ、最近ツイッターの TikTok 見てくださいましたか？ありがとう。確かに待ち時間いいんで来るから確かに落ちやすい。確かにこうやって待ってるもんね。でもずっとね、こううちわを持って待ってくれたのかなっていう方もいて嬉しかったですね。セッティングして時間までずっと待っとかないといけないのかな。いろんな人撮ってる人はどうなんだろう。あんまり詳しくは知らないんだけど、今日カラコンも入れたし、メイクもなぜかめっちゃ濃くなっちゃった。写真見て思った、今日メイク濃いって思ったけど、まあ、オンラインだしね。3部制はハードル高いね。でも次2部制スタートだといいなと思うけど、どうだろう。もう確かありがとう、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。後になって湧いてくる。 じゃあ次の時話そう。今日も牡蠣食べた。めっちゃ好きやん。すご。めっちゃ好きやん。いいね、牡蠣。私もでも毎日食べたいぐらい好き、牡蠣好き。甲殻類っていうのかな。なんて言うんだろう、そういうの。好きです。ホタテとかハマグリとかみたいな。ハートありがとうございます。よしみの TikTok 見てたら3時になった。再生回数すごそう。寝てる？ちゃんと。大丈夫かな？寝てるかな？エビフライありがとう。ハートありがとうございます。ね、会議中に抜け出して。 ありがとうございます。甲殻類って読むのかな？貝類。そうそうそう。あ、チャイナ服着ない。 T シャツ履きます。ん？ T シャツ履かない、着る。ああ、そうか。甲殻類は、エビとかカニか。違うわ。貝類だ、貝類。こういう系好き。まあ、エビとかカニも大好きなんだけど。ああ、牡蠣鍋の残りで野菜鍋。いいね。牡蠣汁あっていいね。ホタテ。ホタテってずっと私ホタテだと思ってた。レインボースターありがとうございます。牡蠣天丼いいね。鴨天丼も気になるけど。エビフライありがとうございます。映画見に行ってくるのね。いってらっしゃい。だるまと尊いありがとうございます。あ、イカタコは貝に近い。聞いたことある、私。なんか生物の授業に習ったかも。なんか進化の過程がみたいなね。習ったかも。
ニーハオ、ニーハオ、ありがとうニーハオ。10周年ありがとうございます。もういろんな方がたくさん来てくださって嬉しかったです。楽しかった。めっちゃパワーチャージしました。10周年クマありがとうございます。シロチャイナめっちゃ可愛かったです。ありがとうございます。うわあ。いや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 はやいやはや。お疲れ。ありがとうございます。ちょっと気に入りそうやわこの髪型。意外と好き。今日の服にも合ってるしね。やだ、よしみの話しすぎて周りの人もよしみ気になってきた。わあいいね。布教ありがとう。布教ぜひいろんな人連れてきてください。お話し会一番今近いのはお話し会だろうしね。連れてきてね。10周年ありがとうございます。ティータイムヤッピーありがとう。ハートありがとうございますね。そう初めての方も、そうそうそう初めての方も多くて嬉しかったです。とっても、うん、そうそうずっと応援してるけどお話会は行ったことなかったけどちょっと今回行ってみたみたいな方もいらっしゃったり嬉しかったです。とっても10周年ありがとうございます。お仕事頑張ってね、頑張ってね。エプロンフレンチガーリー好き。そうフレンチガーリーめっちゃ好きなんです。私あの服の系統はフレンチガーリーが一番好きでね。そうなの、フレンチガーリーが大好きです。そうなの、好きっちゅうの、好きっちゅうの、なんちゃかちゃじゃだじゃんちゃじゃん。はだるまありがとうございます。ハートありがとうございます。シュスは外した。そうそうそう、シュスはシュスはさすがにつけてない。行きも帰りも今からこの髪型で練習します。ボサボサになりそう終わった頃には。プリティッシュガーリー、なんだろう、調べてみるけど、なんだろう、プリティッシュガーリー。練習頑張ってありがとうございます。ありがとう。前髪も巻き巻きお団子、サザエさんです。サザエさんです。サザエさんにしても高いけどね、これがここやね、ワンツーサンだよね、サザエさん。うん、フレンチガーリー好き。あれでもいいよね、かわいいよね。キューキー誰もいないです。今日は誰も練習しないみたいなので集中タイムで頑張ります。誰も練習しないみたい。今日は北海道いるの今。思ったほど寒くない。そうなの、え寒くないの北海道。絶対寒いよ。確かに思ったほどって寒くないってだけだったの。行きたいな北海道。シュシュ言えてた、シュ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 パンダチャイナだよ。横浜まで進化してやば。上になんか着てるんじゃない、さすがに何も起きへんのはさすがにハロウィンすぎ。面白いね、若ぽんさん面白い。あ今日おめでとうございますって言えてよかった。ドラマか。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。シュ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 、もうチェーンドレスから着替えた。そうなの、着替えちゃった。着替えた。だるまとハートありがとうございます。
メンコ、シュシュメンコ、シュシュ、カジュパ、カジュパ言えてるくない？カジュパ、カジュパ、カジュパ、カジュパ派とカジュパ派いるけど、私はカジュパです。ジュ、カジュパ、カジュパってなんかカジノ感ありません？カジュパ、カジュ、カジュカジュ。大喜利、私もなんか勝手に答えたいなと思いつつ、面白い回答今考えてる渚さんの大喜利、皆さんからの大喜利を集めてますのでね、ぜひツイートしてください。詳しくは渚さんの X をご覧ください。ミノスで一人であふれ返ってる？そうなの？気をつける。ありがとうございます、教えてくれて。気をつける。ハートありがとうございます。そうだよね、今日パレードだもんね。バラありがとうございます。うん、フィリュール当たった。おー、楽しんでね。25日出ませんが、私は。そうなんや、楽しんでね、楽しんでね。ハートありがとうございます。あへこんでた。元気出して。あ、テレビでやってたんや。へえ。もうギリ、私あんましたことないからさ、得意かどうかもわからんぐらい未知の世界かも。ハートとだるまありがとうございます。じゃんけん、じゃんけん大会みたい。センターで決めるならぬ、卒業生で決める。わあ、負けたくないな。一日オンライン話しか。楽しんでね。そう、時間がさずれちゃって入れなかったって方結構いたから、そうそう、お気をつけくださいね。皆さん次のお話し会参加されるときは時間気をつけてね。なんか入らないといけない時間があるのかな、わからないけど。電波で入れなかったとかは大丈夫なんですけど、普通に入れなかったっていうのはなしになっちゃうから。そう、電波だと最後に回したりとかできるんですけどね。こま、こま部屋本当にあんましないよね。てか初めてじゃないかな、クマ部屋見せるの。ここのクマも可愛いけど、この辺のちびクマも可愛いよね。次は12月、3だっけ、同じかい。ちょっとピンポンって言ってた。あ、少しずつ遅れていくパターンが多いの。へえ。かわいい、ありがとうございます。はい、お気をつけください。そうね、お話し会だとお話し会しかやらない髪型とか結構するから、確かにニューヨシミンが見れるのはお話し会だね。あんましないもんね、こんな髪型。お話し会じゃなかった。でもかわいくて好きですね。ね、来週も楽しみ。それをもうモチベに頑張る、もう毎週の頑張る源になっておりますので、ほんと2日か12月2日。わー、クマヘアかわいいよ。ありがとう、かわいい、ありがとう。恥ずかしいですね。ありがとうございます。そうだね、2分前の漢字が目に入ってないと。あ、そうなのね。お気をつけください皆さん。よいしょ。
確かにハルクとアンドレどっちのイメージ、どっちやろう、どっちっぽいむずーみたいな感じやけど、むずいけどハルクとアンドレどっちっぽいですか？クマとクマどっちっぽいってクマヘアで言われてもねエビカプセルと10周年ありがとうございます。白クマハートありがとうございます。結構お気に入りかもチャイナ服めっちゃ可愛くないですか？ X にあげたのでぜひ見てください。めっちゃ可愛いチャイナ服なの。ちょっとチャイナ服で大人っぽい系だけどね、私は可愛い系のにしてフリフリスカートにしました。ピンクで、薄ピンクと白色で可愛い系でも、また次やるときはがっつりチャイナもいいね。がっつりもうパキッと系でも多分私が好きなのはああいうピンク系とか薄い色系の好きだけど、多分顔的に似合うのはほんまのガチのチャイナ服のパキッと青とか赤系なんだよね多分。どっちもチャレンジしたい。その時はまたクマさんするね、私もびっくりした、あだ名あるんやって。あ、可愛がって、ありがとうございますね、そうそう、お話し会は写真全身見えないかなと思って全身を上げるようにしてます。うん、スリットバッチリはまだかなうん、大人になってからだねね、スリットのやつあるんだ、私もびっくりした。ね、チャイナドレスとクマヘア合うよね、みんなこの髪型とか。あとここからなんか一本出てるのも可愛いなと思ったんですけど、巻きが取れたらあれだなと思って、オンライン話し会ってあんまり直せないからさ、だからがっつりお団子にしました。一つお団子もあんまりしたことないよね、ちょっとあるか。でもここのお団子はしたことないかも。パジャマの日とかいいかな釣りとんがったんや、チェ、ないですてか X 見てね、上げてるよ X に、 X 言いな、鳴らすように頑張ってます。最近頑張ってる、言い鳴らすように X。 書く、なんか言うのは書くの、うん、まだ慣れない X 慣れない、書くのも話すのも慣れない。ハートありがとうございます。ん、待ち受けにした、ありがとうございます、嬉しい、ハートありがとうございます。ね、斬新ね。15時でさ、キラキラ星の更新があるから15時またいて15時10分15分ぐらいまで配信しようかなと思います。あとあの10周年記念のイベントもあとちょっとで50万ポイントも達成できるみたいで、ありがとうございます、嬉しい。あとちょっとで50万ポイントも達成します、ありがとうございます、嬉しい。10周年とハートありがとうございます。
食事券食べ物がありがとうございます。あと10周年記念イベントね、10周年、だるまもありがとうございます。キラキラ星も15時になったら更新されるのでよければ待ってます。確かにツイッターって何ですかって聞いてくる人いるのかな、もしかして。でも15年後ぐらいにいそうだよね。そもそも15年後もあるのかな、もっと進化系のものができてそうだけど、なんだろう Y みたいな10周年ありがとうございます。マラソン大会ないですね。でも幼稚園の時はあった。年少さんが1キロ、年中さんが2キロ、年長が3キロ走るっていうマラソン大会やりました。ハートありがとうございます。フットサル、フットサル苦手無理、フットサル無理なんだよ、無理。何回やってもうまくできなくて、ずっとわーって言いながら追いかけてばっかいます。わーわーわー、あっち行った、わーわー、あっち行った、わーってずっと言ってます。ハートと実習でありがとうございます。幼稚園児が3キロも、そうなのよ。年長で3キロ走るっていうマラソン大会やってた。だから今こんなにスタミナがついたのかなみたいな。やばいよね。10周年とハートありがとうございます。靴飛んでいきそう、やばい。球技どうこうじゃないね、靴脱げたら。ボールは友達、なんか聞いたことある、友達になりなさいみたいな。それはあれか、スタンドと友達になりなさいみたいな感じだけど、マイクスタンドと。ドリブルもシュートもどっちも苦手かな。わーってでも冬やからスキーとスケート行きたい。スキーとスケートは得意です。スキーとスケート行きたいな。やっぱ冬といえばね、冬のスポーツといえばその2つでしょっていうね。スノボーと、あ、ドッジボール逃げ回ってる。本当に投げたことほとんどないもん、人生に記憶にないぐらいない、本当に投げたことキャッチする。でも上手い子が絶対一人いるから、その人に任せるんですよね。その人に取る、そういう人が取るしさ、なんか、あ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 、キャー、キャー、キャーみたいな感じ。10周年ありがとうございます。あ、手すりの掃除係。私も最初はそうだった。でも毎年毎年って毎年最初はやっぱそうなんです。感覚を思い出すまではこうやってずっと手すり掃除してる。へえ、スキーとスノボ、スノボも得意なんや、すごい。スノボは怖くてしたことない。スノボなんか怪我しそうで、足ぐるっていっちゃいそうで。あ、更新されたミッション、ありがとうございます。ほんまや、よければよければよければ3時になりました皆さん。あ、キュッて止まれない、それは私もそうかも、止まれない。確かにスル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 って手すりで減速しないと止まれない。キュッて止まれないわ、本当だ。私もトラウマあら、久しぶりだ。ありがとう、タリバカシー。英語で、英語じゃないよ、インドネシア語で、なんて言うんだろう、久しぶりって。久しぶり、タリバカシー。タリバカシー。
田んぼの中でドッジボールやばいよ、絶対動けない、沼にはまっちゃう。投げたよ、ありがとうございます。たくさんね、めっちゃキラキラしてる、ありがとうございますね。おやつの時間、3時のおやつだけど、私今さっきお弁当食べたとこマリトテの小鹿カタ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 、小鹿小鹿ハートとペルペルキャンディー、ありがとうございます。お仕事お疲れ様、お疲れ様、3時終わりだったのかな、お疲れ様、本当にお疲れ様です。10周年ありがとうございます。学んでシースーしたかったんだけど、一人で弁当でした。でもこの前一人でモバミに送ったけど、一人でシースーしたんですよ。そんなね、バナンデシースっていう方の回転寿司ですけど、行った一人で行った、まあ、楽しかった。意外と一人で行くのもいいなみたいな、初めて行ったんだけど。だるまありがとうございます。お弁当美味しかった、美味しかった、めっちゃ、つい食べ過ぎちゃうよね。だるまありがとうございます。お腹いっぱいで多分大丈夫、練習して多分大丈夫そう、カウンターシースーしたの一人で、この前、だいぶ前、一人シースー楽しかった。割とよく行く、へえそうなんや、この前初めてした、楽しかった、また行きたいって思ったお寿司食べ放題行きたいんだよね。ハートありがとうございます。あー、がっつりの時は一人で、なるほど、友達とちょっとちょっと躊躇しちゃうもんねだるまありがとうございます。うん、カウンターバナンシス、マグロいいね、いいねいいね、ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。大人の階段登る、そう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 、お寿司食べ放題やってるよね、ゆいのさんが紹介してたやつ、めっちゃ行きたいんだよね。あれ絶対さ20皿ぐらい食べる気がする、すごいないかな、いやでも、どれぐらい食べるんだろう、15皿は絶対食べると思う。行きたい、ハートありがとうございます。エビフライカプセルありがとう、スミック暮らし、次のうち大きいのは、マチ、マグロ、鮭、マグロ、マグロじゃない、え違うかな、マグロか鮭だと思うな、わかんない、ハートありがとうございます。わさびか克服マナー、あのオンリー固形のわさびはまだ無理なんだけど、わさび醤油は全然いけるようになった。でも直漬けをまた克服したい、わさび醤油は克服した、うん、した。23余裕、これすごい、ウニ食べれる、食べれる、お寿司は20皿やったけど、デザート10皿、まあ、別腹やもんね、うんうん別腹。でもお寿司屋さんのデザートあんまり食べたことない、私ミルクレープぐらい1回食べたぐらいかも、あんま食べたことない。でもゆかたんとエーニャとお寿司行った時、ゆかたんが一番最初にマンゴーを食べててめっちゃ面白かった2人でそうツッコミみたいな、いっちゃん最初にマンゴーから始まってめっちゃ面白かった
10周年ありがとうございます。マンゴー美味しいや、めっちゃ美味しいって言ってた。相方も最初に、そうそうそう、最初にじゃあマンゴーみたいな。あーサーモン大です、なるほどね、サーモン、なるほどね。大学芋、あー大学芋も美味しいって聞いたことある。あ麺類ね、麺類も食べたいかも。あんまりお寿司屋さんの麺類美味しいのかなと思いつつ食べたことない。そう途中で挟むでもなく、しょっぱなから浴衣らしいよね。では男女見したいと思います。まったりショールームありがとうございました。お話し会もありがとうございました。次のお話し会また楽しみにしてます。ワクワク、ありがとうございました。練習頑張ります。13位さくちゃんまんさん、ありがとうございます。12位バンチャさん、ありがとうございます。17位チャンシモさん、ありがとうございます。10位 F さん、ありがとうございます。9位ヤスさん、ありがとうございます。8位カツラさん、ありがとうございます。7位、タマキーさん、ありがとうございます。6位ミョンさん、ありがとうございます。5位コバトンさん、ありがとうございます。4位サトシさん、ありがとうございます。3位はドゥルルルルン平八さん、ありがとうございます。パチ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 。そして2位はドゥルルルルルルン大くん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ルンしょうちゃんでした。ありがとうございます。ちょっと小声ありがとうございました。ありがとうございました。午後からも頑張りましょう。ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。次のお話し会もよろしくお願いします。では次の配信も来てくれるかな。またねー。